神が愛であるのになぜ受け入れざるを得ない難しいこと、または努力して変えなければならない面倒なことを私たちにお与えになるのか疑問に思うときがあります。神の愛というものは決して試練を私たちに与えないということではなくて、試練には必ずそれを乗り越えるに十分な力を添えてくださるというところに神の愛が輝いています。私たちの不完全な人間の生活には必ず不自由または苦しいことが起きてきます。私たちの創立者のマザー・ジュリーが苦難の生涯という以外表せないその生涯において絶えず良き神のいかに良きことよという言葉を忘れなかった。そしてそのお顔には絶えず微笑みがあったということは、マザー・ジュリーは神の愛は試練を与えないことではなくて、試練に必ず力を添えてくださるその神の良さを信じた人だったからです。あなた方の力に甘い試練を神様は決してお与えになりません。試練には必ずそれに耐える、そしてそれを乗り越える力を添えて与えてくださいます。このことを創立者マザー・ジュリーの娘として今日伝っていく皆さん方は一生の間決して忘れてはいけません。必ず覚えていてください。毎年の卒業生を送るようにさようならと言わないで皆さん方を行っていらっしゃいという言葉で送り出します。この中には教会に二度とお会いしない方もいらっしゃると思います。大学の4年間その生活が忘れられるほどに新しい生活に打ち込む、そのために行っていらっしゃい、ただ困ったことや苦しいことや悲しいことがあったときにはいつでも戻っていらっしゃい、あなた方が残してくださったたくさんの木が、そして懐かしいイチョウなど四季折々に花を咲かせているこの学園が皆さん方をいつも温かくお帰りなさいと言ってお迎えします。大学4年間に先生方は単位のためのレポートの書き方を教えてくださいましたけれども、それ以上に人生というレポートの書き方を教えてくださったはずです。時には乱れた字でしか書けないレポートが書かれる日もあると思います。時には抹消してしまいたいようなページが続くレポートになるかもしれません。泥まみれのレポートでもいいです。あなたしか書けないレポートを精一杯書くために、充実した内容を持ったレポートをいつでも求められたときに提出できるように言っていらっしゃい、あなた方に能力に応じてタレントをお与えになったその方が一生の終わりにあなた方が書き上げたレポートを、それが短かろうと長かろうと汚れていようときれいであろうとよくできましたと優しく受け取ってください。
そのことを信じて毎日を過ごしていらっしゃい、レポートを書き続けるあなた方の傍らに、マザージュリーの力強い微笑みと励まし、そしてノートルダム聖母マリアのご保護が絶えずありますように、心から祈って今日の告示といたします。